皆さんこんにちは、学識サロンのマーです。この動画は普段から忙しいサラリーマンの人でも短い時間で効率的に学ぶことができるように作っています。またもし忙しくて動画を見れない人も何か作業をしながら聞き流すだけで内容を理解できるので、ぜひやってみてください。それでは早速説明していきます。今回は浅見ほほこさんの著書、あなたは絶対運がいいを紹介していきたいと思います。この本ですね、私が読むきっかけになったのは鴨頭さんなんですよ。よく YouTube で辛い時とか悩んだ時に絶対にこの本を読むって言ってて、そう言われたら気になるじゃないですか。実際読んでみると、まあこれでもかっていうぐらいポジティブな本です。もうタイトルからわかる通りの内容でした。今回はそんな中から私も普段から実践していることを3つ紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。1つ目は、日常でできるプラス思考の作り方というお話です。このやり方の基本は、自分の心を喜ばせるということを意識して行います。具体的な方法を7つ紹介していきます。日常生活の小さなことにイライラしたり文句を言ったりしない、いつも笑顔で過ごす、家族や友人、身近な人々と円満に過ごす、周りの人に寛大になる、思いやる、親切にする、その時目の前にあることに全力を尽くす、自分の行いを良くする、自分の行いを振り返るです。どうですかね、これって全部小学生ぐらいで習ったような当たり前なことですよね。じゃあ当然あなたもこういったことを自然とできてますよね。もしかしたらできてないって人多くないですか。大人になるとこの当たり前のことですらできなくなってしまうんですよ。やった方がいいと分かってることとやってることって一致しないんですよね。今言ったようなことを全てしろってこの本では言ってないんですよ。何か一個でも自分が今までしていなかった習慣、良い行いをすればいいんです。特別なことをしなくても、自分の中の小さな心構えとか、いつもよりほんの少しだけ親切にしてみようって考えるだけでいいんです。ちなみに私も YouTube 始めた時はチャンネル登録者増やすぞって毎日10時間以上作業していましたが、結果を出さなきゃって本当に心に余裕がなかったんですよ。1ヶ月死に物狂いで頑張って登録者は170人、頑張っても結果が出なくて、何かあったらすぐにイライラするし、さらには健康診断で再検査になるなど、本当に悪いことしか起きなかったんですよね。そんな時この本を読むことでネガティブな感情をリセットできて、本当に少しずつですが心に余裕を持って行動できるようになりました。この本の内容を聞くだけでやらないのか、そんなに効果あるなら一個くらいやってみようかなって行動するのか、どっちを選ぶかはあなた次第です。2つ目は、ネガティブな出来事をポジティブに捉えるというお話です。あなたも毎日の生活の中で嫌なこととかイライラすることってありますよね。その度に気分が悪くなる、そんなことの繰り返しだと思います。でもこれを意識するだけで劇的に変わります。あなたにもし嫌なことが起きたら、それに反応する前に、まあしょうがないかって思う習慣を持つことです。例えば電車が遅延したら、普段だったらすぐにイライラすると思います。それを、まあしょうがない、好きな本を読む時間が増えたし、まあいっかと考えるようにする。また楽しみにしていた出来事が延期になったら、まあしょうがない、楽しみにしている期間が増えたと考えればいいかとポジティブに捉えるようにします。こういったハプニングはすでに起きてしまった事実です。どんなにイライラしても起きたことは変わらない。実はそのイライラって何の生産性もないんですよ。でもまあしょうがないかって考えることで、自分の気持ちをポジティブでいられるようにする。するとネガティブな感情になることも減り、毎日が少しだけ楽しくなります。これ私も何か嫌なことが起きた時に実践してるんですが、最初はできません。やっぱ嫌なことにすぐ反応してしまいます。でも1回でもできるようになると本当に効果がありますよ。余計なマイナスの感情が減ると、自分がやりたいことに集中できるようになります。いつもイライラしてしまう人がもしいるなら、このまあしょうがないか、これを実践することをお勧めします。最後3つ目、未来の作り方というお話です。これは本の内容ではなく、この本を読むきっかけになった鴨頭さんが話していたことで、私がものすごく好きなお話があるので紹介します。あなたの体は何によって変化しますか。答えは食べ物です。どういった食材をどれくらい食べたかによって脂肪や筋肉の量など変化しますよね。では次に、あなたの心は何によって変化しますか。答えは聞いた言葉です。家族、友人、同僚、上司などから言われた言葉によって心は変化しますよね。怒られれば落ち込むし、褒められれば嬉しい、
こうやって聞いた言葉によって心は変化し、さらにそういった経験が個人の価値観とか考え方になってきます。それでは最後、これが本題です。未来は何によって変化するでしょうか。これ難しいですよね。答えは自分が言った言葉です。どうですか？私これ聞いた時、ああその通りだなってワクワクしたんですよ。自分が声に出した言葉って言ったとともに自分の耳にも入ります。しかもそれは普通の耳に入ってくる音と声を発声したことによって体の内側から骨を伝って聞こえてくる音の2種類があります。録音した自分の声が変に聞こえる理由がこれなんです。つまり自分が話した言葉は自分が聞いた言葉にもなり2倍聞いてるってことなんですよ。先ほど聞いた言葉が心を変化させると伝えましたが、ということはですよ、言った言葉も自分は聞いてるんだとしたら、それにより心は変化するんですよ。ダメだ、できない、無理だと自分で言ってたら心はネガティブになり、絶対にできるようになることはないんです。私ならできる、私は幸せだって言ってたら心はどうなりますかね。ポジティブになりますよね。一見無理そうなことでも頑張れるようになり、結果未来が変わるということになります。私も毎日2回、朝起きた時とお風呂に入っている時に、俺ならできるとか、俺は幸せだ、ありがとうっていう言葉を唱えてるんですよ。これもう1年以上続けていますが、本当にやってみるといいですよ。どんなに無理そうなことでも簡単には諦めない、できるようになりますから。自分ならできる、この根拠のない自信があると一番きつい時、心のモチベーションにすることができます。ぜひやってみてください。これまで3つの話をしてきましたが、最後にこの動画のまとめです。1、日常でできるプラス思考の作り方。自分の心が喜ぶような小さな親切をしよう。2、ネガティブな出来事をポジティブに捉える。起きた出来事にイライラするのではなく、まあしょうがないと考えることでポジティブでいられる。3、未来の作り方。自分が言った言葉で未来は作られるというお話でした。これでこの本についてのお話は以上ですが、内容すべてがポジティブのオンパレードです。鴨頭さんが言うように、この本を読むとネガティブとか負の感情をリセットできるので、悩んだ時、落ち込んだ時におすすめの一冊です。説明欄にリンクも貼ってありますので、興味がある方はこの本ぜひ読んでみてください。短い時間で学んでいただけたでしょうか。このサロンでは皆さんにとって成長できる学びや明日から使える役立つ知識をお届けしています。もしこの動画が良かったなと思う人はチャンネル登録お願いします。またツイッターでは私の仕事に対する考えとかを発信していますので、気軽にフォローしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。